お疲れ様です。でーす。ごちゃ。あの250万詐欺だよ。マッチングサイトっていうのを通して見積もり頼んで4社5社来るじゃん。信用ないとこがやっぱね、そればっかじゃないと思うで、あしっかりしたとこもあるで、まあね、なんとも言えんけど、やっぱそういうところで、ね、マッチングサイトは全然ピン張りだけして 10% で何もしへんから、結局じゃあそれじゃあ業者さんにじゃあ頼んだ250万の工事頼んだ200万だったかな、250万だかな、ならこれ途中やりでこれね、よかったでしょ。あもう本当バラバラにペンキも飛んどるし、で、錆止めだけして、足場3ヶ月ぐらいかけっぱなしだったんですよ。で、また来週入る、来週入るで、材料は在庫で行くよって言って、あのただ、なんとなく赤にしたいとか白にしたいとか黄色にしたいは一応行ってって在庫があるからって言っとったんだけど、まこちゃんがね、どこに合わせたの ?132。あ、SR132 で。これ全部在庫で行ったの。いやこれまだテカっとるもんで、ちょっとね明るく出てるけど一緒だもん。これピタッ合わせる。これ乾いたらもっと合ってくるよね。気持ち悪い。こっち見てやらないでちょっとじゃあ足曲がってみる。曲がれる。ヘルメットかぶっとけっつったんのお前ダメとんな。えかぶれる、かぶれる、うん、これかぶれる準備してるんだ。確かにかぶってみて。あっとんだから、またゴタ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 合わんとか言い出したらビシクですよ。そんな被って落ちて死ぬのお前だぞ。俺じゃねえぞ。そんな被り方があるかお前これ、ね、あグッと被り出したそんなお前。ニットじゃねえんだからお前、そんなペコってお前こんな被り方、この被り方してチェリースみたいな、チェリー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 スチェリースチェリース、こんなのがえっちゃやよし、本当お前足曲がれるんだろうな。気合。あ？気合。気合じゃなくて返事は。気合。はいかイエスかこうノーか。はいかイエスかノーか。はいかイエスかノーか。ノー。ノーって。オッケー。ノーって言った。うん。ああ。これ中から向こうにするな。やばいやつ。こっち来る中から。あ、怖い怖い怖い。ねやめて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 、ね揺れてる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 、ねやめてやめてやめて、ね本当にやめて。これも普通の塗装さんの錆止めと全然違うもんさ。この2液だ。いいじゃん、お前に錆かけとんだぞ俺。おい、ん何お前錆かけとんだお前。そうそうだけど、お前も顔が死んでるが、怖いんだ。怖いんだ。ね、本当に待って、ゆらさんで。じゃあ喋れる？じゃあ、よかったかった。じゃあ喋れる？じゃあ、よかったかった。ちゃんと回答できます？よかったかった。ゆらさんで、絶対ゆらさんで。わかった。じゃあちゃんとできるんだな。わかる。撮影できるんだな。できる。うん、これ、うちはね、普通にこうやって、ほら、普通のサビ止めじゃない。マイルド防線って2液剤使ってるわけ。ね、普通のは何なんですか？サビ止め。普通のは何なんですか？普通はもう1液だけのやつなので、いや、シャンプーインリンスみたいなもんや。マイルド防線って、だって硬化剤って入れるからもう、要は自然乾燥で乾くもん、いろんなもんが入ってるわけよ。無駄なもんが、乾燥剤とかいろんなもんが。一液みたいなやつは自然乾燥で乾かないってこと？どういうこと？一液はもう自然乾燥で乾く、空気乾燥するから。でもそのためにはいろんなもん混ぜなきゃならん。いやこんだけやったよ。だってこれ見とって、すごい。だってみのりさんここまでもう来たじゃん。この喋ってる間にこんだけワンスパン半ぐらい来たでしょ。まこちゃんもずーっとそこにいるでしょ。でほんのハゲで拾っとんだもん。どれぐらい時間かかるんだよ。すごい小さいところまでって。そうそうそう、もうそらてまでよ。そのローラーがあんだけの面積ガッガッガッガ走ってくわけじゃん、うん、で言い方悪いけど、まあ、こんなのローラーの絵でピューってやったらもういけるやん一発で。ただその水溜りみたいなのとかできるし、うん、そのかすれたりとか今言ってたよね。でこういうところに差が出るんだよな、職人の差なんだよな、やっぱ仕事って値段で。この全体のハケってどれぐらいかかる？この隙間、この隙間だけのハケ、同じ以上かかるでしょ。そうそうそう、何倍がかかる？3倍ぐらい。3倍やローラーに比べたらほらこうやってあそこの隙間を全部こうやってハケ入れてるでしょ。なかなかできんよあれ。すごい持ってかち、これが差だよ。みんなさ塗料の高い安いだけしか目がいかんけど、結局じゃあ考えて、1日6分にやったらね2万5千円で見たら2人で5万円でしょ。
1日ね、3日分飲んだら15万だね。だから材料費の方が全然安いじゃんって話になっちゃう、うん、あれだいたい今シリコンのあのもんだったら1本1万5000円まあ用意って1万、まあ2万円はいかんだろ。でまああれこの外壁で上の何本ぐらいある？5本。5本めっちゃいいです。5本でしょ。だから10万円いかんだろ、うん、まあ10万円ぐらいか。お客さんってそういうとこ分からない。同じもので安い方買っちゃう、ね、そうそう、同じもので見えちゃうから。営業は説明するんだけど、こういうとこが違います、あれとこが違います、その違いが詳しく分からないとね。そうそう、見てもう仕上がってないじゃんほら、しかも買うとき、うん、これ見てほら見これ見てこれでサビの上塗っとんだもんね。これまだ塗ってない。ここまでだよ、うちが塗っとんのは、うん、この違い。これ縦しか塗ってないで、うちまだね。これ見てこれ見てだよ、こんなもんだよね。ほら全然違うわ、これミンクが、ね、やばい。2日縮めてこのサビだけで10万円違うの。うわこれ見てこれ、あここまでうちだ。上はもううちなの。うちでこっから下うち女装。しかもこことかすごいの。でこういうとこからだってもうあのこういうのこういうのってよくベロベロってめくれとるじゃん。うんな外壁って。剥げちゃってる。剥げちゃってるじゃん。こういうとこからめくれてくるだろう大体。こういう雑なこと。そうそうそう。ね、やっぱこうやってやっぱ出るんだな仕事が。うん。でこのだってもうこれローラーで全部いっちゃっとんだわ。これ見て。うん、じゃ全部ガラガラローラーガラガラ。刷毛入れた感じじゃないだろう。さっき皆さんローラーって言ってたけど違う。うん。ほら一緒にグググググってやっとるわけ。角は無理だもんね。これ全部だよこれ。こっち紙でも全部だろ。すごい、こっち紙でほぼ茶色だろ。全然違うだろ。そりゃこんだけの塗り方で、しかもシャビシャビで薄く塗ってるじゃん。ね、まあ、一回ちょっとつけてピュンぐらいな感じ、うん、こんなの。だってここなんかめちゃくちゃ塗りやすい場所だぞ。足場で一番塗りやすいとこだろ。ここら辺で一番塗りやすいじゃん。いやこれがこういう足場のこういうとこがちょっとひどいのよ。もうこれなんか見てみこれなんかもう塗ってすらないだろ。こことか塗られてない。これだよ。顔も見ても分かるもんな。すごいね。いや僕そんな訳あり物件やと知らんで。そうそう。これもやったんで。250万さらにそれも騙し取られて。マッチングサイト。お前マッチングサイトやったんだろ。やってます。こんなやつがお前一人親方で登録しとるようなとこだもんね。いやいやいや僕真面目にやってる。そんな詐欺みたいなことしたらお金取れるんじゃないのって言うけど、うん、いや違うの。塗る意思があります。ちょっと待っとってください。ちょっと待っとってくださいって言って半年。以上待たされたら別に詐欺じゃないから警察も介入してくれない。なるほどね。塗る気があるからだから何にも相手にも何も取れない。で裁判したから金の方は取れへんじゃん。なるで合計でいうと 20% から 25% ぐらい取られるな。まあまあ取られるね。それ何言ったら案件手数料って言って2万円ぐらい取られるから1万5000円か。1万円から大体2万円ぐらいだな相場が。高いところ2万3万。そうそう。で契約時が例えば 10%20% だったら10件紹介してもらったらもう2万かける20万なわけよ。だよな、今の。待ってます、待ってます。で、契約で100万円のコースで10万円払うってことは、だってもう20万プラス10万だから、結局1件の、100万の案件を取るのに、広告宣伝費が 30% かかってるってことだよね。そういう意味だから、この、お前がお金になったら視聴者もお金になる。で、お客さんたちはなんか紹介してもらっていいでしょって思ってるけど、だけど、まあ、こいつみたいな業者って言ったらわかんないけど、いや、だけど、人の親方みたいな人ばっかりだよな。もう、それがいい悪いやっぱ一緒として。でいい人もいっぱい登録するから、まあ、それを悪口は言いたくないけど、まあ、でも俺らは小さいとも登録してないっていう理由がそこにあるし、俺らは別にマネキッチンサイトの悪口言うわけじゃないけど、うちは仕事を増えてほしいもんで、まあ、こうやって自分の都合で言ってるかもしれないけど、ね、だけど事実でしょ、まあ、確かに嘘じゃないでしょ。そこはあとは視聴者の判断だから、うんうん、すごい綺麗だった。ちゃんのブルーシートから感じる。あー気楽ばさはしはし。あー気楽ばさはしはしはし。ちょうどモザイクみたいな。モザイクブルーシートじゃない。ブルーシートが大きな気がするよ。ね、ちょっと本当最近頑張ってちょっとチャンネル登録者ちょっと増えてきたな。ね、150人増えてきたな。またもうこいつも頑張ってますね。足場が登れるようになったら登録してくれるかな。頑張りましょう。はい、頑張ります。じゃあチャンネル登録もぜひ、登録して、まあ、応援のためじゃないですけど、
まあ、応援含めその 70% が登録シーズンに向けるっていうんで、まあ、ぜひあの登録だけでもしていただけると助かりますので、ぜひ登録よろしくお願いします。お願いします。また見てね。また見てね。